従来はずっとハンドルを握ったまま後ろにいたりするとずっとハンドルを切ってしまうんです。だけど自動になるともう離したままですので前を向かなくていいと、肩が凝らないです。肥料が出てるとか薬品が出てるとか監視ができるわけですよね。マルチのビニールが切れてしまうとまたもう一回やり直すとならないといけないというあの作業がありますのでね、後ろを見て確認しながらストップできるものですからやっぱり効率が良くなるわけですね。最初と最後がどうしても曲がるんです。ハンドルを握りながらこれ切ってあれ切ってっていう作業がない、それ分だけ曲がるわけですよ。もうすぐ終わりますよというセンサーがあってそれで前を見ればいいですよね。そこら辺はすごくいいですよね。液肥とか薬をまくあの機械を回るんですけども、うねが曲がってしまうと薬がまっすぐいかないわけですよね。まあ、後の管理をするに関してもやっぱりまっすぐな、まあ、入り口出口もまっすぐなってな感じになるようにしないと薬の効果がなくなるということですね。まあ、辛いものに関してはハーベスターの負荷がかかるんですよ。別に曲がってると曲がってる分だけハンドルを切らないといけないんですけども、掘り取り機の負荷がかかるとフレームがまあ傷むということなので、なるべくまっすぐした方がいいということが言えるんです。まっすぐ作業ができればきっちり一旦あたりのメーターが出ますので終了が確立できるんですよ。そういうのをまあ目指しています。